マルウラの木、マルウラの木、マルウラの木の幹花、マルウラのみ。果物として、食用となるマルウラ。マルウラは、ウルシカに属する植物。私有一種であり、南部アフリカのミオンボ林や、西アフリカのスーダンサヘル地帯、マダガスカルに分布する。世界的に知られてはいないが、地域では、伝統的に食品や油、保湿にと利用されてきた。動物にもこれを食物として利用するものが多い。 マルーラは一本の幹と大きく広がった樹幹を持つ。マルーラの木は灰色でブチの樹皮を特徴とする。この木は標高が低いソリンで育ち最大で18メートル程度まで成長する。アフリカとマダガスカルにおけるマルーラの分布はバントゥー系民族の移動と連動しており、太古から彼らの食生活において重要な食品であったことを示している。キリン。 最、ゾウは、すべてマルウラの木を食べ、中でもゾウは特にこの木を好む。ゾウは、マルウラの樹皮、枝、果実を食べるため特に被害が大きく、実際に、ゾウの食害は、マルウラの分布の広がりを大幅に制限している。一方で、ゾウは、マルウラの種の含まれる噴をすることで、ハッシュの役割も果たしている。マルウラの実は12月から3月にかけて熟し、 明るい黄色の花皮と白い果肉を持つ。果肉にはオレンジの約8倍のビタミン C が含まれており、ジューシーで酸味と独特の強い風味を持つ。また、実の中にはクルミほどの大きさの殻の厚い種子がある。この種子は乾燥した時に片方の端にある2個か3個の円形の線を開けることで一シが露出する。種子には 繊細なナッツ風味があるため人気が高く、動物でも線がどこにあるか知っている小型のゲッハ類の間では特に好まれる。俗名のスクローラカーヤは古代ギリシア語で硬いを意味するスクレロスと種子を意味するカリョンから来ている。種照名のバーはセネガルでのこの木の呼び名であるバーに由来する。マルーラはマンゴー、ピスタジオ、カシューナッツと同じウルシカに属し、 マダガスカルのプーパー社属と近い。マルーラの各言語での呼び名は、マルーラ、ゼリープラム、モルーラ、サイダーツリー、マローラなどがあり、アフリカンス語では、マーラと呼ばれる。マルーラは南アフリカでは、保護されている。ケニアのスワヒリ語及び、ディゴ語では、ヌアンゴ、オロモ語では、ジジッサ、マサイ語では、オルマンワイ、ポコット語では、オーラル、トゥゲン語では、タララキという。 マルーラは世界的にはほとんど知られていないが、アフリカでは伝統的に食料として使用されており、社会経済的にかなり重要である。また、この木からは酸化が遅く長期間保存可能な高品質の食用油が生産できる。マルーラの実は木の生育する地方の村人によって野生の木から集められ産業的に利用される。 果実の収穫は2ヶ月から3ヶ月ほどしか行われないが、貧しい住民にとっては貴重な収入源となる。こうして集められた果実は加工工場に保管され、フルーツパルプ、朱子油などに年間通じて加工される。マルーラの果肉は生殖が可能であり、甘さと酸味を持つ。またマーラマニアのようなジュースブレンドを作るための冷凍ピューレなどに使用されるが、最も利用されるのは、 アルコールの醸造である。ナミビアやボッツワナなど南部アフリカ一帯で、マルーラ種は作られており、美味とされている。かつてナミビアのオバンボ人の間では、マルーラ種は王の酒として扱われ、醸造した場合一部の効能が義務付けられていたが、現代では、こうした拘束は、わずかなものとなっている。オバンボ人の間では、マルーラ種は、他の酒と違い、数人が共同で醸造を行っている。 各村落で作られる醸造酒のほか工場では蒸流酒も製造され、中でも南アフリカで製造されるクリームリキュールであるアマルーラは同国の名産品として名高い。マルーラの種子も食用であり、また欧米や日本などへと輸出された化粧品の原料として使用される。このマルーラオイルは伝統的にアフリカ諸国で保湿に使われており、構成比率は オレイン酸69%とパルミチン酸約15%とが主要な脂質になっており、マルラオイルの肌への塗布は皮膚の水分含有量を増加させ保湿作用を示した。他の文献では一般に以下のような範囲で報告されている。マルーラはアフリカ諸国の文化に不可欠で、1951年にはアフリカのシゴギガと呼ばれるようになった。 実から作られるマーラモンポアという上流種はアフリカの作家ハーマンチャールズ・ボスマンの小説に登場する。マルーラの実は南部アフリカの様々な動物によっても食べられる。1974年のジェイ・ミー・イスの映画アニマルズ・アー・ビューティフル・ピープルにおいてはゾウ、ダチョウ、イボイノシ、ヒヒがマルーラの実を食べて酔っ払う姿が描かれる。ゾウは何らかの効果を得るために大量の発酵した 丸浦の実を必要とし、他の動物も熟した実を好む。毎日象が飲む、大量の水によって発酵した丸浦は、影響が出ないほどに希釈されると思われる。しかし、丸浦の実を食べて酔っ払った象の報告は絶えず、もたらされている。ありがとうございます。